ノクさん、こんにちは。久保さんとのズームライブ対談ね、見に来てくださって本当にありがとうございました。結構ね、緊張しました。こう皆さんにもちょっとね、言ったんですけど、やっぱりね、自分でこう YouTube 発信してるのとはちょっとね、わけが違うなと思います。まあ、ズームライブのこの画面にこう見ておられる方がこうわかるんですよ、こうね。なので、やべ、今見られてるっていう感じでね、かなり緊張しました。まあ、口ももうカラカラになりましたしね。いやー、本当に、いやでもね、いい経験ができました。ノクさんともね、こう最近こうコメントなんかでやり取りする中でね、そのノクさんが調べてくれたじゃないですか。この僕がクマがこう西アクラ荘に出没したって言ったらね、クマの速度を調べてくれたら、あれ40キロでしたかね。40キロ、すごいね。車で走るのと一緒じゃないですかね。あれにやっぱり僕一回ね、こうクマにこう見たことあるって言ったじゃないですか。まあ、小熊だったんですけどね。でもなんかね、こう西アクラでクマが出たって言ったら、その現場にちょっと行ってみるんですよ。そのクマを撮影したいって思ってね。でもね、こうノクさんが調べてくれたあのクマの速度40キロってね、聞いたらちょっと怖いですね。走って逃げても絶対にこうやられちゃいますもんね。でもね、こう映像に収めたいですよね。なので、こう遠目から撮影できたらやってみたいなと思います。もう近くに、まあ仮に今そこから出てきたら、もうそのまま車で逃げたいと思います。いやー、本当にね、まあそのまあ熊の話もそうなんですけど、いや本当にね、このおとついのズームライブ対談ね、このいろいろ初心に変えることができ、この初心をね、思い出せさせてくれるズームライブ対談で本当にためになりました。今度はね、この綾沢ちゃんとも言っていたんですけど、この速稼塾のこのメンバー、こう次々にね、ズームライブこうやってくれないかなっていうね、局長じゃない久保さんにね、この期待したいなって思ってるんですが、次はノクさんかもしれませんよということでね、結構緊張しますよということでね、こうあんまりダラダラと喋ってもいけないんでね、ノクさん本当にライブ見に来てくださってありがとうございました。これからもね、同じ仲間として楽しく頑張っていきたい、いけたらいいなと思っています。これからもよろしくお願いします。では、本当にありがとうございました。バイバイ。